今回は相模湖でのエレキボート乗降です。この日の前日から大雨で、最近よく行っていた秋山川大曲が結構水が濁ってきていたので、濁りのまだ薄い吉野へやってまいりました。今見えている橋が吉野橋といって、吉野の入り口の橋です。投げているものはスモラバで、スモラバに濁りの水でもよく目立つ黒色のワームをつけて投げています。このような滝みたいなところはなんだかいそうな気がするので、入念にやってみます。上がってきたよ。ハンドランディングできるか。よっしゃ、できた。バスゲットでーす。そして大きさは33センチでした。この日は昼の1時から3時くらいまで少しの間晴れていて、その間にもう1匹ゲットしていました。